こんにちは。今回なんですけれども、少し前にですね、久保建英について、ご質問をね、いただいていたところがあったので、その他について少しお話ししたいと思います。はい。久保建英ですけれども、先日ね、エルサルバドル戦でね、A 代表デビューを飾りました。18歳と5日。での A 代表デビューは市川大輔に次いで史上2番目、の若さでの A 代表デビューとなっています。で、まあその久保に関してなんですけれども、僕はその FC 東京でのプレーを見ていて、正直、なんだったらもう1年ぐらいね、普通に残ってもいいんではないかと。とにかく今の年齢から言ってもプレータイムを得るってことが何よりも大事だと思うので、そんなに慌ててね、もう一度海外挑戦、ヨーロッパに移籍をしなくてもいいんじゃないかなと思っていたのですが、やっぱりこのエルサルバドル戦を見て、また少し考えが変わってきたところがあって、でそれはもう 何かというと、割とですねシンプルに、A 代表の試合を見ていてもやはり久保のプレーというのはずば抜けていると思います。で、まあ、F 等でプレーしているときはこうやっぱりこう周りと合わなかったりとか、まあそれはそのスピードだったりとかタイミングだったりっていうとかっていうところもあるんですけれども、僕の中ではこれは例えばでも A 代表に入ったときにはさすがにねこう周りの選手はマッチングしてくるだろうと思っていたところがあります。しかしですね、エルサルバドル戦を見たところ、割とですね、まあ、周りの選手が、まあ、久保に合わせきれていないっていうところが散見されたっていうのがあって、まあ、簡単に言うとやっぱ久保がこうワンタッチでパスを出したりとか、久保が出したいスペースにパスを出したりとかっていうのが、に対して周りの選手が反応していなかったりとか、周りの選手が走っていなかったりとかっていうのが、まあ、要所要所ね、まあ、感覚的なところもあるんでしょうけれども、そのズレっていうのが、現象として出ていて、僕はね正直、非常にそれが気になりました。で、中田英寿がねそのマイテレに移籍する前後、1998年あたりですね、割とこう日本代表で、プレーしていて、そういう現象が起きていたんですけども、それをこう思い起こさせるようなところがね、久保のプレーを見ていても結構あってですね、それが気になったっていうのがあります。で、まあ、僕はね、やっぱりこのタイミングで海外に移籍するべきなのかなと思って、より高いレベルでプレーして彼自身がねより成長していくっていうことが見えてくるのかなという気がしています。で、例えばですけども、まあ、バルサに復帰するんではないかと割とね、以前から騒がれていますが、このあたりについて、さらに語ってみたいと思います。でも久保としてはね、当然バルサに行って、バルサのトップチームでプレーしたいっていうのがね、強くあると思うんですけれども、ただその、まあ、この辺出しながら行きたいんですけど、今バルサのトップチームのメンツを見てそこにこう久保を入れ込むってなると、まあ、おそらく右の433で右のウイングっていうのが、ね、久保が一番生きるポジションであって、まあ、バルサが求める、まあ、久保みたいな選手に、ね、求める役割だと思うんですが、まあ、まずこうやってこうやってメッシがいるポジションなので、まあ、久保に限らずでどの選手であってもかなり厳しいっていうのがあると思います。で、まあ、その久保っていう選手がその同世代のですね、まあ、海外の選手と比べて、もう続けているんですかっていう話があったんですけれども、正直言ってそこまでは続けてないと思います。もともとこう自分で全てを局面を、一個一個のプレーで、個人で打開していくっていう選手ではなくて、まあ、もちろんねその個の能力っていうのは高いですけれども、もう少しですね周りの選手とコンビネーションしながら崩していくとか、まあ、何よりもこう技術と判断力っていうのが久保の売りだと思うので、それ考えるとやっぱ今バルサのトップチームに久保を入れるとでやれるのかっていうとさすがに厳しいのではないかというね、ところがねあります。あとはその今のねその久保の状況だったりっていうのはね少し整理しておきたいと思います。まあその現地のメディアとかでも結構伝えられてますが、久保、
側、久保サイドとしては年俸100万ユーロの5年契約を、まあ、バルサ側に求めていたと。でバルサ側とは、まあ、代理人、が、まあ、代理人を含めて、まあ、全てが代理人を含めて久保も含めてなのかちょっと分からないんですけども、4回は、ね、少なくとも会合を開いていたと言われています。で、まあ、バルサ側としては久保をですね、まあ、当面バルサ B、バルサ B でプレーさせて、っていうことを考えていたんですが、まあ、もちろん久保サイドとしてはトップチームで、プレーする機会をある程度こう、まあ、欲しいですし、その条件としてね、契約に盛り込んでほしいっていう交渉があったようです。で、まあ、何がねこうまあ、問題というか争点になったかというと、久保がですね、2017年のアンダー17ワールドカップ後に代理人を変更したと。で、その大会まではアルトゥール・カナレス代理人っていう、ね、方がついていて、彼はですね、ピケだったりラキティッチだったり、まあ、ウンティティっていう、まあ、その辺りの選手、まあ、バルサの選手ですねの案件を扱っていたと。ただその大会後、代理人がロベルト佃氏になりまして、でこのロベルト佃氏っていうのは、まあ、中村俊輔とか、長友佑都の代理人でもあるんで、その日本人選手を海外に移籍させるっていうところに関してかなり手腕を発揮する人でありますし、実際ね中村俊輔はロベルト佃代理人の手腕も伴って、エスパニョルに移籍した経緯もありますから、もちろん、ね、その代理人としては素晴らしい、ね、手腕を持っているわけなんですけれども、ただこの代理人の変更が、まあ、バルサ側としてはこう、まあ、計算外だったというか、ちょっとねこう移籍成立に向けては、ね、やりにくさが出てきたっていうような、ね、ところが背景に、あります。で、ちょっとね、バルサ移籍が険しくなってきたっていうところが、ね、今のところで、あります。まあ結構ね、楽天パワーなんかもあったので、バルサに移籍するっていうの可能性はね、高まっていたんじゃないかなと僕はね、個人的に思っていたんですけれども、今のところがちょっとそこが難しくなってきていると。で、やっぱりね、このタイミングでね、他のヨーロッパのクラブが獲得に動いていて、まあ、パリ・サンジェルマンだったり、マンチェスター・シティだったり、レアル・マドリーっていうクラブが、まあ、久保を狙っているというところで、今のところね、一番獲得に近いと言われているのが、パリ・サンジェルマンであります。で、まあね、またこの辺に出しながら行ってみたいんですけど、ただまあ、パリ・サンジェルマンに久保が移籍したとしても、もうそれもトップチームでですね、久保がやれるかっていうと、まあ、これもそんなにね簡単ではないですよね。というかバルサに比べて、まあ主力が残ったらっていうところですけども、まあ、ネイマールとかムバッペとかがいて、まあ、監督トゥケルで、かなりもバルサ以上にこうね、突出させるフットボールをさせているので、でそう考えると、まあ、近年でいうと、まあ、ロッチェルソだったり、まあ、ラビオ。まあ、ラビオの場合はちょっとこうね、契約延長の残留とするかっていう問題があったりまして、プレータイムをね、だんだん得られなくなってしまったんですけども、まあ、ただ、ロセルソに関しては、タレントはありながらも、やっぱりあの子の強い集団の中で、まあ、埋もれていったという経緯があるので、そう考えると、久保にとってもね、それほど簡単ではないような気がします。ただこのまま日本にいても、やはり周りにどこか合わせながらプレーしていくっていう感じで見ていると、成長にね限界が迫ってきているのかなという気もするので、まあ、パリ・サンジェルマンに行って試合に出られる可能性というのはそんなに高くないような気もしますけれども、まずステップとしてそこを踏んで、彼でも非常に賢い選手なので、そこでまあ試合出るか出れないかっていうところを判断した後で、まあ、僕で半年後でも、1年後でもまた違うクラブに、ね、移籍するのは日本にいるよりこのまま日本にいるよりも容易になると思うので、そのあたりも含めてですね、こうキャリアをですね作っていく、そのキャリアプランっていうのは築いていくべきなんじゃないかなというふうに思います。